アドバイスとしてなんですけれども、特にデジタルで書くときってパソコンってどんな色でも使えちゃうんですよ。なのでただ使えるからといってものすごい鮮やかすぎる色とか、例えば黒一つ取っても本当に真っ黒、もう数値的に完全にその真っ黒にしてしまうと CG 感みたいなのが出てくるんですね。なので、よくアナログ感を出すにはどうしたらいいですかとか、透明感出すにはどうしたらいいですかって聞かれるんですけど、そのうちの一つアドバイスとしては、色相感といってね、その色の幅を明るすぎる色だったり鮮やかすぎる色だったり、黒すぎる色だったりを使わないっていう、自分でここら辺の色までしか使わないっていうその色の制限を作って彩色をすると、結構ね、自然な感じの絵になるということです。